ほら行け。もう来んじゃねえぞ。ていうか、なんかもっと面白い話ねえのかよ。え？そうっすね。そういやお前、シバマンの姉ちゃんのパンツ盗んだよな。いやいやいや、あれは藤野さんがいけないんすよ。あいつまだ持ってっかな。絶対持ってますよ。きっとカホにしてんな。まあでもお前のおかげで藤尾と仲良くなれた。藤尾さんがいたらどうなってたんすかね。轟と毎日やり合ってんだろ。たった2週間っすよね、親子にいたの。ああ、俺藤尾さんと司さんが親子行くって聞いて、絶対この二人が頭になるって信じてたんすから。だから今はてっきり司さんが2年仕切ってるのかと思ってました。しょうがねえじゃん、じいちゃん倒れちまってさ、田舎戻って母ちゃんが面倒見るって聞かねえんだよ。ああ、そんな顔するなって。別に永遠の別れじゃあるまいし、楽しみにしてんぞ次会うの。ああ、またな。もういいだろ。やっぱり藤尾さんが転校したことが関係してるんですか？関係ない。どうしちゃったんすか、司さん。